はい、こんばんは。今日もね、楽しい音楽のお話をいたしましょう。本日ね、ご紹介するのはこちら、ギブソン社製のレスポールジュニアです。はい、まあ、これが、僕のメインギターですね。ギブソン、はい、ペグはね、この白いタイプのちょっと小ぶりなものがついています。そしてボディはね、黒に見えるんですけど、これはね、ブラウンですね。でサテン仕上げになってます。おそらく2020年製のモデルかな。これとっても気に入ってます。音はというとね、こういう感じの音です。以前はね、アーニー・ボール社の、レギュラースリンキを買ってたんだけど、今は、このダダリオの、10から始まるものを使ってます。なんでダダリオにしたかっていうと、レギュラースリンキすごくいいんだけど、ちょっとね、ライフが短いんだよね。で、ダダリオ使っていました。これはね、お世話になってる黒佐垣さんの勧めでもあって、ちょっとダダリオにしてみました。すごくね、なんて言ったらいいのかな、ビブラートとかかかってると、ネックにね、ずっと弦の振動が伝わってくるんですよ。これがね、すごくいい。本当にね、先ほどね、エリック・クラプトンさんのワンダフルトゥナイトを歌わせていただいたんですね、このギター弾きながら。で、著作権の侵害ということなんですが、今ね、YouTube では著作権の侵害になると、まあ、エリック・クラプトンさんの方に、見ていただくとね、収益が入るということで、特に問題になることがなく、私たちがね、歌えるような状況になります。大変ありがたいことです。そしてね、まあ、なかなか高評価ってしにくいと思うんですけど、していただけるとね、僕たちも、少しね、励みになったりするんで、ぜひよろしくお願いいたします。で、こんな感じでね、あんまり得意じゃなかったんですけど、おたまじゃくしをね、入れて、譜面に、ごめんなさいね、譜面にできるようになりました。正直そんなにね、お仕事としてのね、単価は高くないんですよ、僕らみたいな音楽家なんですけど、まあ、仕事としてね、これだけ譜面が書けると、いただけるということで、おかげさまでね、なんとかやっていけそうです。そんなことで、本日ご紹介したのはとっても気に入ってます。ギブソン社のレースポールジュニアでした。はい、もう一回言っちゃおうかな。はい、ギブソン社のレースポールジュニアです。すっごく気に入ってます。はい、大のお気に入りです。はい、多分長く弾くんだろうな。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。またね。